はあ、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 ということで、どうもこんにちは、ピクトです。今回もね、かくれんぼやっていこうかなと思います。前回鉄ブロック買ってやってからね、まだもう1週間ぐらいやってないこと、やっぱ頑張ってやっていこうかなと思います。よし、次のマップはベネチアブリッジへということでやっていきましょう。ちょ、最速で移動しようぜ。もう誰にも、もう誰かに気づかれる前に速攻で、ここに隠れるこの陰キャポジ。陰キャポジを取っていく。よーし。来んね、誰も。誰も来んね、これ。さっきね、ここやったらね、なぜか知らないけど、全然バレなかった。まあ、見られたら終わりなんだけど。まあ、見られたら終わりなんだけど、まあ、地味だから結構気づかないみたいなね。結構これ穴場だと思うんだけど、ここ。ということで、早速ね、ハンターがね、もう3人いるということで、結構早いんだよね。これさ、近くにさ、いるかな、誰か。誰かいなかったら、ちょっとポーション1回ぐらいやっちゃってもいいかなとは思ってるんですよね。オッケー。そしてね、喉の調子がね、あまり良くないです。今朝7時半なんですけど。いや、なんか今日さ、全然寝れなくてさ、なんかこのままもう動画撮ろうかなと思って撮り始めたのはいいんだけど、ね、動画撮り始めた瞬間にめっちゃ眠くなった。助けて、ほんとに。今、クソ眠い、ほんとに。ワンチャン初めてかもしんないけど、俺、かくれんぼしながら寝るかもしれない。だから、まあでも鉄ブロックだから多分寝ながらでも勝てる。そう。寝てたら気づいたら勝っちゃったみたいな。そんな展開もあり得るかもしれない。やばい。ハンターめっちゃ増えてんだけど。え、やばいやばい。近い。近いから。てか残り3分もあんの。ハンター12、あ、どこ攻撃してんのこいつ。嘘。今バレなかったんだけど。何が起きたの。え、なんで。お前見たじゃん今、目の前。え、いや、これおかしいよね、絶対。ねえ。これ絶対おかしいよね。ねえ。え？え？え、どういうこと？むしろ俺が困惑したわ、今のは。待って。逆にのパターンね、これ逆に。たまにかくれんぼであるやつね、逆に困るやつね。さあ、残り5人、2分半。来るか、こいつ。こいつがね、いかに近づいてくるかなんだよな。でもさ、もうあんだけさ、なんか4人ぐらいがもうこっちに来たらさ、もうここにはいないだろみたいになるでしょう。なんないかな。なんだかんだ残り2分ぐらいまで行きそうだね。そして、あー、2人来てるな。ちょっと待って、やばい。こいつ近。ネームプレートの近さ異常。まあ待って、ここでね、もうしっかりとね、隠れていきたい、ここで。まあここでね、まずしょっぱなからね、もうしっかりとね、勝っていきたい。待って。どっか行け、お前、出た、こいつ、間抜け、出たー。あ、やばい。やめて、勝ちたい。もう、しょっぱなから、もう、しっかりと、待て、おい、いいね。ここ、四角になってんのかな。え、ハンターいるし、目の前いるし。あ、やばい、あいつ気づきそう、俺なんか。あ、え、何今の。え変な声出るわ。もう朝っぱらから喉痛えのに。気づくね、お前こっち向くなよ。あいつめっちゃ徹底的に攻撃するマンだったわ。怖っ。やばい。待って。いる。あー、待って、やばい。あ、お前、俺のビクトリーをマジ返せ、ほんとに。うわ。さあ、次のマップはパリス。僕はね、鉄ブロックになっています。ということで、まあ、もう鉄ブロック以外使わないんですけど、鉄ブロックが隠れられる場所ってさ、このマップあったかな？なんかこのマップ大体隠れられそうな雰囲気があるから、あえて、鉄ブロックか。難しそうだな、鉄ブロック隠れんの。こことか？やばいよ、ハンター出てきちゃうよ。おー、いいね。かまどが頑張ってるね。で、僕はここに隠れると、どうこれ？怪しさしかないけど、どうこれ？どうかな？バレるかな、やっぱり。あ、バレなかった。バカだ、あいつ。やった、気づかなかった。強っ。いや、鉄ブロックすごいわ、やっぱ。さあ、一人スポーンされたけど、あっち側に行くと、あ、待って、やばい、気づかない。あれ？鉄ブロックってさ、あ、あれか、保護色みたいな？もう保護色みたいになっちゃってて、なんか鉄ブロックぐらいの色になると周りに同化しちゃうみたいな。もうそういうレベルだよね、もはや。なんかあんまり目に、視界に入らないから、なんかもう見えないみたいなね。まあ、なんで今保護色っていう単語を出したかっていうと、今日の動画のタイトルにしたいからです。はい。ハンター来ない場所あってワロタみたいなタイトル多すぎて、なんかそろそろなんか、ちょっとひねったタイトル欲しいなと思ったんで、鉄ブロック保護色すぎワロタみたいなタイトルにしたかったんで、とっさに保護色という言葉を出しました。めっちゃハンター出るじゃん。でもハンターみんな前行くんだよね。てか3分もあんの残り。なんかさ、パリスにしてはさ、ハンター多いね。なんかこのマップ、ハンター絶対勝つイメージないんだけど。眠すぎる。
いやなんかさ、撮ったら撮ったら元気出るだろうと思ったけど、やっぱ寝ないと無理だね。いやなんかさ、寝れないからさ、ツイキャスを僕やったんですけど、ちょっとだけツイキャスやろうと思ったらさ、90分やっちゃったツイキャス。早朝のさ、4時からさ、90分、あ、お、お、バレなかった。ちょっとだけって言ったのにさ、なんかさ、ツイキャス90分やっちゃったんだよね。なんかさ、僕あれなんだよね、なんかあのコメントとかがあるとさ、なんかちょっとだけって思ってもさ、なんかついつい喋りすぎちゃってさ、マジでおしゃべりジジイだからさ、90分とか余裕で喋っちゃうんだよね。え、なんかこういうさ、よくわかんないさ、おしゃべりジジイの回でさ、なんか勝つのはそれはそれで嫌なんだけど、それだったらなんかさっきのさ、あのベネチアブリッジみたいなさ、なんかもっと白熱した感じで勝ちたかったのに、なんかこのおしゃべりジジイのところでなんか勝つの嫌なんだけど、まあ、しっかりね、勝ちは勝ちでちょっと拾っていきたい。まあ、やっぱ動画的に一回はね、しっかりとね、勝っていかないといけないんで。あ、全然気づかない。強いわ、ここ。お、残り1分じゃん。え、これ勝てんじゃね？いや、でもなんか勝てんじゃねえとか言ってなんかさ、ちょっとさ、ちょっとなんか調子こけ始めるとさ、なんかすぐ、あ、びっくりした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 。目覚ましの妄想干渉代償連盟が鳴った。うわ、言いづら。でもよく言えたな、俺。目覚ましの妄想干渉代償。やばい。やばい。こいつやばい。絶対こいつやばい。絶対こいつやばい。絶対こ、あ、こいつ、ええ。お前もうちょっと、サムネ。サムネちょっと取りたかった、今。うまく。うまく取りたかった。やべえ。勝っちゃいそう。なんか知らんけど、勝っちゃいそう。残り20秒な剣。え、いいの勝って、これ。え、やば。やば、花火飛ばそう。あ、間違ってポーションやっちゃった。イエーイね、もおしゃべりジジイの話しかしなかったわ。さあ、ということで、最後はスペースということで、まあ、僕は鉄ブロックなんですけど、正直言っていい？絶対負けない。もう、絶対負け、絶対負けないわ、本当に。もうこんなん負けんしょ、絶対。鉄ブロック保護色だぞ、これは。これはもうね、負ける気しないわ、確実に。だってもう、ねえ。あ、ちょ、あえて、このね、こう暗いところ、暗いところにいることによって、動画映えしないけど、もう、これは完全に勝った。うん。これは勝ち勝ち勝ちもうこんなんもう500倍速で多分もう次の瞬間に勝ってる、多分。だって負ける気しないもん、なんこれ。なんだあいつ。え、埋まってった今もしかして。怖っ。いや、これは負けないでしょ。ちょっとこのジュークボックスが怖すぎるんで、あんまり花火とかできないんですけど、あいつもなんかうまいことここい、てか、いや、邪魔なんだけど、あいつ邪魔。うわ、花火とかやりおる。あいつなんか自分はなんかいい気になって、しっかりなんかポイント稼いでやがる。お、そして逃げてった。オッケーオッケーオッケー、逃げろ。そして、まあ、まだハンター3人だから、多分中に1人2人だから、これはいける、大丈夫。お、ハンターが真上にいたけど気づかずにそのままどっか行ってしまった。さあ、お、待って、残り2分半、ハンター7人、あ、1人帰っちゃった。そしてね、僕の喉がもう限界なんですよ、もう。もう俺の喉が限界なんで、あ、なんか今目の前いた？あ、いないか。まあ、どうせバレないし、あ、下いる。え、下いるな、これ。これ下いるな、ちょっと待って、ポーションやっちゃおう。どうせバレねえしな。おい、かかってこいよ、ザコ。あいつ気づかないのかな？どうなんだろう？他にいるかなっていうか、後ろ側に。正面の、なんか、下の方にはいっぱいいるんだけど、なんかこっち側まだ登ってきてないっぽいから、あ、今の音もしかして中だと思ったんかな。あ、そして地味にハンターが99と、お、半分になったね。これさ、あそこの原木の人とか俺のこと気づいてないかな、大丈夫かな。あ、来た、とうとう来た、これバレない。はい。まあ、やっぱ結局バレないんですよ、これ。強すぎ。そして、まあ、待って、やばい。いや、この状況で、正面いないよな。この状況でね、しっかりとね、やめて、おわははははやべえ、鉄ブロック強っ。なんでバレねえし、最強か、マジで。まあまあ、残り50秒で、まあ、ここでね、まあ、ここで余計なことしないで、しっかりとね、勝っていくのは、まあ、当たり前なんだけど、だけど、あ、待って、いる。もうそれはちょっときついわ。ちょ、上いられたらさすがにきついわ、それは。それはきつい。どっか行ってほしい。どっか行ってほしい。残り30秒。シーカー9人。あ、サムネになりそう。乗った。乗ったわー。
やば、2回乗った。まあ、さすがにもう残り10秒だったらもう花火飛ばしても大丈夫でしょってことで、動こう。動くべ、イエーイ。余裕だな、マジで。え、本当に強くない？ここ。やばいな。笑った。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱね、鉄ブロックね、もうめちゃくちゃ強いと思うんで、皆さんもぜひね、鉄ブロック買ってやってみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。なんかあの、後ろの名前がさ、ちょうどなんか乳首みたい。最後までご視聴いただきありが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 。長いわ。チャンネル登録と高評価もよろし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 。帰れ。最後だしまじめにやってくださいよ。お前の存在が一番ふざけてるわ。最後だしみんな揃えて。マカスラ。私たちを誰だと思ってんの。じゃあ行くよ。せーの。じゃねばい。揃わなすぎて森入る。